はたまねん著名人研究家の小村です後ろは正門のところでございますここはですね、えー、2区に来ました肉でございますこれからですねお墓参りに行くところは吉坂高雅さんのお墓参りに行きたいと思います吉坂高松さんはですね昭和期の建築家でありまして登山家でございますこの方も二刀流でございますね建築家であっても登山家 お墓はですね、えー、2区1種6川でございます2区1種6川はですねちょうどもうこの右側が名誉霊域のとこなんですがこのこちらですねバス通りの方に向かっていくこの道をですねま、えー、っすぐ行きますこのまっすぐのこの右手側この右手側が2区1種6川のとこなんですねもう少しで看板が見えてきます見えてきましたねはい。 ここが肉一種六側の道ですね。はい、看板がこれでございます。肉一種六側でございます。この道の、えー、右手側なんですが、ここの道沿いではなくてですね、一本中に入った裏手側の肉一種六側のところに吉坂隆正さんが眠られるお墓がございます。はい。では、 ちょっと向かいながらですね、えー、簡単に紹介していきたいと思います、えー、吉坂高政さんはですね東京市小石川区竹早町出身ですね、えー、文京区ですね現在のご出身でございます洋学者医者のですね三つ栗、えー、玄保さんは母方の曹祖,祖父にあたります この三つくり玄保さんもですね、えー、明治期に活躍されました洋学者でございますがこの方のお墓もですね、玉鈴にあるんですね十四、えー、区一種、二、えー、川の二番でございますこの方は曽祖父なんですねそして母方の祖父はですね、動物学者の三つくり嘉吉さんでございますそしてお父さんはですね、官僚の吉坂、えー、利蔵さんでございます吉坂利蔵さんはですね、玉、え、鈴、ー この同じあの吉坂高松さんと眠られるお墓に、えー、眠っております。そして花子さん、えー、都市蔵さんと花子さんの、えー、ご長男としてお生まれになりました。幼少期は父の勤務先のスイスに行ってですね、えー、そして1923年の大正12年に一家で帰国して行政小学校に入ります。 そして小学校六年生の頃にですね、また再び、えー、お父さんの赴任先のジュネーブに移住しております。結構国際的ですね。そして中学生の頃にですね、えー、父と登山を始めました。千九百三十三年の昭和八年にはジュネーブエコールアンテルナショナルを卒業されまして、単身帰国して、えー、受験勉強後にですね、早稲田高等学院に進み。 1941年の昭和16年に早稲田大学の理工学部建築学科を卒業されております在学中はですね山学部に属しておりました卒業後はですね大学院や助手各大学の講師を務めてそして1949年に東京商工経済界主催の銀座 とですね渋谷の消費観光地区計画協議設計にですね参加して一等入選を果たしておりますその同年に早稲田大学理工学部の助教授になりましたちょっと話の途中でございますがお墓に到着しましたこちらになりますすごいですねはいもう壁みたいになってますが、えー、さすが建築家のお墓ですねドーンと この、えー、壁のようになっているところに、ですね、えー、このコンクリート壁、えー、ここに、えー、ちょっと文字も刻んでいるんですね。こ,うこれ、フランス語で刻まれているんですね。ちょっと薄くなってしまってますが、ここにフランス語で、えー、こう文字が刻まれております。 これはですね、えー、インドの詩人のタゴールの詩と言われておりましてですね、えー、フランス語ちょっとわからないのでこれ日本語訳しますと太陽は月とデートをしています月はそこにいる月はそこにいるしかし太陽は月を見ていません月を見つけるには夜が必要ですと刻まれておりますそのタゴールの詩がフランス語で、えー、このコンクリート壁に刻まれておりますそしてこの手前に 星のようになってますねここに、えー、今回紹介しております吉坂高政さん。高正さんはこの左が3番目ですね。に、えー、刻んでますね。ちなみに一番左側は利、えー、蔵さんはお父さんですね。そしてお母さんは花子さん。そして、えー、高政さん。そして、えー、福さんが、えー、高政さんの奥様ですね。はい そして、息子さん、こう刻まれております。このように刻まれています。で、また、このコンクリート壁の下にですね、このように、このモザイクアートみたいな形でございますが、もう要は、このコンクリート壁とですね、このモザイクタイルの花がっていうんですかね、これはもう、吉高隆松さんの、え、ー この作品、もう一つ墓、墓所がですね、作品になっているような形ですね、えー、吉田高松さんの、えー、代表作の八王子のセミナーハウスというのがあるんですが、そこでも使用されている技法だそうですね、この地面のコンクリートの隙間にモザイクタイルをこう入れて入れ込んでいくというのは、もうこれ、は一つの作品でございますね、墓所が。 話していきたいと思います1950年え戦後第一回フランス政府給付留学生として突出しておりますそして1953年に帰国しまして早稲田大学の校内に吉坂研究室後の有研究室というのをですね設立し建築設計活動を開始されました1957年ビニスビエンナーレの 日本館設計で芸術選奨を受賞されております1959年に早稲田大学の教授1969年に早稲田大学の理工学部の部長を務めました各国の大学や会議に招かれて国際的に活躍する一方1970年21世紀の日本列島像で総合賞を受けるなど新しい社会環境や技術環境に対応する新ビジョンを展開しました 1973年には日本建築学会の会長1978年には早稲田専門学校の校長や首都圏総合開発研究所の理事長を歴任されております代表的な建築はですねビラ・クック、えー、日仏会館学校法人アンネ・フランセなど多数あります。 モダニズム建築の巨匠と言われましたル・コルビジェの3人の日本人の弟子もの一人としても有名でございます。他の弟子はですね、お弟子さんは前川邦夫さんや坂倉純三さんですね、そして吉坂高松さん、この3名ですね。日本にこの20世紀最大の建築家のモダニズムの思想と設計手法を紹介し実践した建築家でございました。 まあこのように建築家の顔の,の他にもですね、登山家、探検家としてもですね、有名でございます。日本産学会の理事も務めておりました。1957年、早稲田大学の赤道アフリカ横断遠征隊をですね、組織しまして、えー、アフリカ横断1万キロを達成し、またですね、キリマンジャロの都庁ではですね、女性隊員の登山の歴史を開きました。 1960年の早稲田アラスカマッキンリー遠征隊長を務め、南壁などに挑みました。ヒマラヤ経通遠征を組織するアルピニストとしても活動されました。1960年にはフランス学術文化勲章を受賞されております。まあ著書もですね、えー、たくさんございます。まあ建築関係関係とかですね、えー、そのような冒険的な本。 あとはですね、ル・コルビジェラのですね、訳書などもですね、翻訳なども手掛けております。眼性腹膜炎のために亡くなっております。去年は63歳でございました。没後、有研究室が所持していました建築図面一式の資料などはですね、2015年、平成27年に国立近代建築資料館に寄贈されました。 また、没30年の節目にですね、日本生活学会主催で、吉坂高正賞がですね制定されております。まあ、ざっとですね、吉坂高正さんのご紹介をさせていただきました。 まあ、とにかくですね、このお墓も、えー、吉坂隆正さんが、えー、建てたものでございまして有形学と称する独自の形態学をもってですね、このコンクリートによる造形で知られる建築家らしくですね、墓所もコンクリート壁にですね、えー、墓地があるというそういう形でございますね。で、冒頭にも紹介しましたとおりこのコンクリート壁にはですね、インドの詩人タゴールのですね、詩がフランス語で書かれておりますと。 このモザイクタイルというのも一つの技法なようですね、えー、ちょっと家族のこともですね簡単に触れます、えー、高政さんのお母さんが花子さんになりますねこの花子さんのですねおじいさんにあたるんですかね、えー、祖父ですねそれが、えー、三つくり玄保さんでございまして、えー、これ洋学者医者のですね三作玄保さんその三男の、えー、動物学者の三作柿知さんの次女が花子さんでございます そして都市蔵さんと花子さんとの間に二男一女を設けておりまして長男が建築家の吉坂高雅さんでございますそして高雅さんの奥様がこの福さんでございますね福さん福さんは医学者で眼科の経緯である河野健三さん綾子夫妻のですね娘さんでございますお母さんにあたるこの綾子さんというのが三作原発さんの長女でございますので えー、よってですね三つ栗原発さんと、えー、三つ栗柿地さんは、えー、兄弟でございますので吉坂夫妻はですねまたいとこ同士で結婚されたということですね吉坂高松さんと福さんはまたいとこ同士で結婚されたということになりますちょっと家族のことも触れさせていただきました、えー、ざっとですね吉坂高松さんのご紹介をさせていただきました では、えー、お墓参りしたいと思います一応お墓はですねお花はここなんですね はいえー、建築家でありましてまた登山家や冒険家という顔も持っておりました吉坂高正さんのご紹介、えー、ご家族のご紹介お墓参りをさせていただきました。以上でございます。<music>